はい。それでは、S2 線見ていきたいと思います。外装から見ていきます。まずフロントバンパーの右前になりまして、まあ、綺麗な感じですね。艶もあって特に気になる傷もなく、下の方も大きく擦ってるような感じはなさそうですね。で、バンパー中央部分ですけれども、まあ、こういうところにちっちゃい、傷、飛び石傷みたいのはついてます。そんなに目立つような感じじゃないですよね。まあ、中央部分は下の方ちょっと擦ってるところはあるかなっていう感じですね。で、エンブレム周辺、この辺りは綺麗な状態で、左前の方は、まあ、飛び石傷がちょこちょこっとあるかなというような感じですかね。こんな感じになっております。で、ヘッドライトは左右ともクリアで綺麗な状態になりまして、ボンネット、へこんでるところは特にないですね。で、艶もあって、綺麗なボンネット、あ、へこみありました。ここですね。映るかな？ここです。にちょこっとだけへこんでるところがありますね。こんな感じですね。はい。続いて、左側面見ていきます。フロントフェンダー、こちらも艶があって綺麗な状態になってますね。で、純正のホイールですけれども、こちらも艶があってですね、目立つような割り傷もなくという感じですかね。あ、ここにありましたね。あとスポークのところ。こんなところですかね。で、タイヤは結構まだね、溝たっぷりと残ってますね。ドアミラーですけども、これは飛び石傷か。ちっちゃいのがついてますね。で、助手席側のドアですけれども、こちらも綺麗な感じですかね。まあこういうちっちゃい飛び石傷とか薄い線傷が少しあるぐらいです。で、サイドステップ、後ろの方はこの辺ですね。ちょっと飛び石傷が、ついてる感じでして、サイドステップ全体的には、まあ、綺麗な状態ですね。で、左リアのフェンダーですけれども、ここですね、3箇所ほど、うっすら凹みがちょっとある感じですね。こんな感じになっておりまして、で、左リアのホイールですけれども、こちらはちょっと割り傷が多めですかね。このあたりなんかもこんな感じで割り傷がついております。このあたりもそうですね。こんな感じですね。で、タイヤの方は、リアタイヤもたっぷりとまだね、残っておりますね。はい。で、その他へこみは、側面から見てたときには、そうですね。リアのフェンダーのへこみぐらいですかね。はい。続いてリアバンパーです。ここうっすら傷があるかなっていう感じですかね。あとは、ここですね。ちょっとタッチアップしてますけども。で、右後ろの方は、特に気になるところはなさそうですね。で、続いてトランク。凹みは特になさそうで、このトランクの上面もですね、綺麗な状態ですね。続いて右側面見ていきます。右リアのフェンダーは、まあ、このあたりの飛び石傷がちょこちょこっとあるかなという感じです。で、右リアのホイール。こちらのガリ傷は、まあ、このあたりに少し、ついてるかなというぐらいですね。まあ、あとはこのスポークのところのこの、まあ、線傷。これ走行でね、ついちゃいやすんですね。こんな感じでついてます。で、運転席のドアですけれども、艶があって綺麗な状態ですね。サイドステップ周りも綺麗な感じになっております。で、ドアミラーの方も綺麗ですね。そしてフロントのフェンダー。まあ、前の方ちょっとちっちゃい飛び石傷がいくつか、ついてるかなっていう感じですかね。この辺りもそうですね。
こんな感じになっております。そして右フロントのホイールですけれども、右フロントホイール、かなり綺麗ですね。フロントホイールはね、結構2本ともすごい綺麗ですね。ここにちっちゃくがり傷あるかなっていうぐらいです。で、右側面のへこみですけれども、特に見当たらなそうですね。はい。で、ホロの方はですね、ちょっと張り替えを、しようと思ってます。ちょっとね、破れがあるので。で、今これブルーのホロですけれども、黒の、ホロに、張り替えをする予定です。はい。続いて、内装を見ていきたいと思います。運転席のドアトリム。綺麗な状態ですね。で、スカッフプレートの方も綺麗な感じで、フロアマット。まぁ、ちょっと色的にですね、汚れは気になりやすいんですけども、まぁ、それでもね、まだ綺麗な方じゃないですかね。で、シートの方もですね、まぁ、ここら辺のシワ、は出てきてはいるんですけれども、まぁ、潰れたりとか破れたりとかそういう感じもなくて、助手席側なんかはかなり綺麗な状態を維持してるなという感じですね。で、ステアリングですけれども、スルは、特に見当たらなそうですね。こんな感じです。で、ダッシュボード上、こちらも綺麗な状態で、カロチェのね、モニターが埋め込まれてますね。で、こちらは USB がついたワンディンポケットになっているという感じです。ちなみにケンウッドのですね、360度のドライブレコーダーなんかも装着されております。シフト周りもね、綺麗ですね。ETC がこちらについております。で、この辺のね、ダイヤルリーもすごい綺麗ですし、こちら側も綺麗ですね。はい。で、ちょっとエンジンかけてみたいと思います。エンジンかかりもね、いいですね。仕上がりもいい感じです。モニターもね、非常に綺麗ですね。で、バックカメラもですね、こんな感じで装着されております。はい。では、続いて、トランク見ていきたいと思います。トランクはですね、まあ、純正のモニターデッキですね、あったところをこんな感じで撮ってるのでね、ちょっと切り欠きが入っちゃってますけども、基本的に欠品してるようなところもなく、トリム類もね、かなり綺麗ですね。で、車載工具の方も、揃ってる感じになっております。続いて、助手席側です。助手席のドアトリムも、綺麗な状態ですね。で、スカッフプレートの方も綺麗な感じで、フロアマットもね、助手席側なんかは結構綺麗ですね。こんな感じの内装になっております。はい。では続いてエンジンルーム見ていきます。はい。ではエンジンルーム見ていきたいと思います。ベルト周りからですね。こんな感じで、まあ、特に変な音はしていなく、エンジンの方からも特に変な音はしていないですね。エンジンルーム内もかなり綺麗な状態です。気になるようなサビもないですし、とてもいい状態を維持しているなという感じですね。はい。では続いて試乗してみたいと思います。はい。それでは S2000 試乗してみたいと思います。AP1 後期モデルですね。希少なモデルになります。ロイヤルネイビーブルーパールってところもいいですよね。で、この内装のタンカラーのレザーシートで、走行距離がですね、まだ5万4000ちょっとぐらいな感じですか。非常に少ないですね。クラッチの方も特につながりは違和感ないですね。で、この車ですね、実は数年前に、当社で販売してまして、で、そのお客様がまた新たにですね、別の S2000 を購入されて、下取りで入ってきたっていうような感じの車なので、まあまあ、素性もよくわかってる S2000 という感じですね。
で、まあ、距離がやっぱり少ないので、なんかこう、各部マイルドな感じで乗り心地非常にいいですね。で、このシートもですね、すごく座り心地が良くて、革シートがなんかね、こう、ぐにゅってなってるっていう感じもなくて、弾力性もですね、まだたっぷりと残ってるので、すごくゆったりとこう、座れる感じで、まあ、S2000 ってこう、ちょっと、なんだろう、よし、乗るぞみたいな、感じで乗らないといけないような車ではあるんですけども、まあ、その中でもですね、比較的こう、ゆったりと乗れる、そんなイメージですかね。で、まあ、ミッションの入りも、特に違和感もなく、すこすこと入りますし、今日結構暑いんですけどもね、今、エアコンもつけてまして、まあ、ここら辺も特に問題ないかなという感じです。ホロはですね、ちょっともう劣化してきて、切れちゃってるところもあるので、これをですね、新品のホロにこれから張り替えをしようかと思ってますので、まあそこ以外は特にそんなにこう気になるようなところはないですかね。アクセル踏んだ時のね、レスポンスなんかもいいですし、でまあ AP1 後期なので、急旋回転まで回るワイヤースロットルのね、エンジンということで、まあ上まで回した時もね、非常に気持ちいい感じですね。まあその分 AP2 と比べたらちょっとね、低速のトルクがないかなっていうところはあるんですけれども、まあその点のね、高回転の気持ちよさみたいなところがありますね。まあ全体的には特に何の違和感もなく、変な音も変な振動もないので、で、このカロッツェリアのですね、ディスプレイオーディオもね、もう装着されてますから、ドライブレコーダーもついてますし、まあ特に何かここからね、買い足す必要もなく、このまあノーマルな感じのね、気持ちいい、運転しやすい、この状態を維持して乗ってっていただくのが一番、いいんじゃないかなという感じがします。はい、以上 S2000 の試乗インプレッションでした。 HMR では納車前点検にて法定24ヶ月点検の実施と、エンジンオイル、オイルフィルター、ミッションオイル、ブレーキフルード、冷却水の交換を行い、その他車検に通らないオイル漏れやブーツの破れ、走行上不都合な箇所、電装トラブルなど修理してご納車しています。そしてご納車後半年の点検を無料で実施し、以降半年ごとお車をお乗りの間はずっと無料で点検を行っています。皆様のご来店お待ちしております。